余裕の一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号を目指してスーパーワールドブリーダーズカップ、バラバラっとしたスタートになりました。果たして先頭に行くのは3番オルコックアラビアンが上がってまいりました。ちょっと離れて11番ヘロドでやります。内を通りましてゴドルフィンバルム、その外6番ディアマンテウィン、それからカタノサニブラ、そしてその後ろから8番エクリプス、それからラーレーアラビアン、10番マッチェム、その後ろ3馬身くらいあってマイアリーターク、9番内浦プリンセス、その内からは5番木村の呪い、4番ブラックタリア、これがしんがりであります。もう一度前から整理してみましょうか。これが先頭オルコックアラビアン、差が開いて11番ヘロド、ゴドルフィンバルム、それからもう一頭ディアマンテウィン。世界一への試練となる厳しい上り坂、 SWBC 馬のカタノサニブラ貫禄を見せるかどうか。その後ろ5馬身くらいあってエクリプス、2番ラーレーアラビアン、外から1頭マッチェム。さあオルコックが逃げる、オルコックが逃げる、これを追いかける各馬の足色はどうなんだ。カタノサニブラは5番手といったあたり、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。カタノサニブラ三冠馬の意地を見せてくれ。オルコックアラビアンが抜け出した。先頭デッドとオルコックアラビアン、一発二発とムチが飛んでオルコックアラビアンが先頭だ。大外から強襲木村の呪い、3番手に木村の呪い、木村の呪いが2番手内浦プリンセス、先頭内浦プリンセスが勝ちました。木村の呪いは2着3着にディアマンテウィン。
ですね。何か用ですか？人気です。ただいまより投票受付を開始します。桜も見頃の仁川で行われ、ゲートが開いて飛び出した12頭であります。10番今日は羽衣がちょっと立ち遅れ、これは逃げ馬だけにちょっと痛いで遅れ、さあ外が行くのか内が行くのか、先手を取ってオースミロッチ、差が開いてラッキーゲロン、8番エルカーサリバー、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その内からは5番ネーハイビクトリー、その後ろでやりましょうか。3番ワンモアラブウェイ、外から1頭メジロマックイン、ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のカタノサニブラワイドバトル、それから離されまして4番ナイスネイチャー、それからもう1頭今日は羽衣、そしてその後ろから11番レッドイットビー、イクノディクタス。もう一度前から整理しましょう。オースミロッチがレースを引っ張るようになりました。ちょっと離されましてラッキーゲロン、その外8番エルカーサリバー、内を通りまして5番ネーハイビクトリー、3番ワンモアラブウェイ、その外にメジロマックイン、カタノサニブラがこれを追う展開になりました。ワイドバトルがその後ろ、この辺りちょっと離れているナイスネイチャー、それからもう一頭今日は羽衣も、ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線、先頭行く黒い帽子はオースミロッチ、オースミロッチが抜け出した、先頭松本とオースミロッチ、ラッキーゲランが2番手オースミロッチ、先頭ナイスネイチャが差を詰めてきた、ナイスネイチャ懸命に追う、これはハンシーレースになりました。旗のサニブラが内からかわすか、2頭火花が散る火花が散る、負けられない海老名正史、譲れない武豊、非常に際どくなりました。
着9番、2着、7番、3着、8番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。何か用ですか？何か用ですか？